店頭に並ぶサガンボサガンボと、モロはどちらも栃木県の方言で、サメ肉を意味し、サガンボが、ブナつのザメ、モロが、ネズミザメを指す。コールドチェーンが発達する以前、内陸県の栃木県で新鮮な海水魚を入手することは困難であったが、サメ肉は、腐敗速度が遅いので流通させることができ、冬の味覚として定着した。サメを食べる文化がいつ頃生じたのか。 明確にはなっていない。栃木県は海を持たない地域であり、海の生鮮魚は貴重な存在であった。サガンボは主に、茨城県北部の沿岸で水揚げされ、栃木県にもたらされた。茨城県には、寒油やかまぼこに加工する工場がなく、サガンボが体内に尿素を持ち独特の周期を帯びているため、茨城県では、サガンボの利用価値が低く敬遠されていた。 他方で、サガンボは、輸送過程で尿素が分解されて、アンモニアを生じることから、鮮度の低下が抑えられ、内陸部まで輸送することができた。そこで、茨城県北地域から栃木県にサガンボが出荷されるようになり、冬の風物詩として定着した。モロに関しても、同様の経緯で栃木県に定着したと考えられる。なお、 栃木県と隣接する茨城県筑生市にも、もろを食べる習慣がある。茨城県から栃木県に出荷されたサガンボは、頭部を切り落とし、商品価値の高いヒレを取り除き、サメ特有の外皮を剥がした胴体部分のみであった。この姿がちょうど氷柱に似ていたことから、氷柱の茨城弁である、サガンボの名で流通した。2010年代には、 サガンボウよりも、ムキサメという名称で店頭に並ぶ機会が増えている。一方、モロは、モーカザメとして販売する場合が多い。栃木県で流通するサメの産地は、茨城県、宮城県、青森県のものが多い。栃木県では普通のスーパーマーケットの鮮魚売り場にて、切り身にしたサガンボウやモロが並んでいる。かつては、漁獲量が多く、身が締まっている厳冬期にのみ流通していたが、 2010年代には1年、中店頭販売されている。切り身であると元の姿を連想しづらいため、サガンボやモロがサメであることを知らずに購入、消費する栃木県民も少なくない。サガンボの煮付けモロのフライサガンボやモロは、数年で入手することができるが、身が締まる陶器に買い求める人が多いので、陶器に食卓に登る機会が多い。日常食である一方で、 結婚式や葬式で出されることがあり、晴れの日の食事でもある。食感が柔らかく、こぼれがないことから、栃木県では食べやすい魚として広く県民に受け入れられている。また低脂質、低カロリーかつ、高タンパク質と栄養面でも優れている。栃木県の家庭料理として定着しているものの、サメが栃木県の産物でないこともあり、サガンボやモロの料理を掲載していない。 郷土料理の本も少なくない。サメ肉はさっぱりとした味であり、軽肉みたいな味と形容されることがある。サメ類の中でもサガンボは最も美味とされ、モロは家庭用の食材として不味ではないと表現される。サガンボは砂糖醤油で甘辛い煮付けにするのが最も一般的な調理法であり、おせち料理の一品にサガンボの煮付けを加える家庭も多い。 一晩置いた煮付けの周りにできる煮こごりも好まれ、作り置きする家庭が多い。その他、照り焼きやフライ、タツタ揚げにすることもある。モロも、サガンボウと同様に煮付けやフライにして食される。特にモロのフライは、栃木県の学校給食の定番メニューの一つである。家庭によっては、ソテーやムニエルにも使われる。いずれにせよ、火を通して食べるのが特徴である。 栃木市では観光客向けに諸料理を提供する飲食店が複数あり、諸カツ丼定食やサメステーキなどの創作料理を出す店がある。これは福田や百貨店栃木店の撤退で急がれた町の賑わいを再生しようと2011年に諸に注目し、市民の有志が新しい諸料理の開発に乗り出したことがきっかけで諸の産地である。 宮城県気仙沼市が同年に発生した東日本大震災で被災したため復興支援を兼ねたものであった。これとは別に2016年に栃木県立宇都宮商業高等学校がモロバーガーを開発し販売したことがある。海のない栃木県では海がないゆえにサガンボトと諸のみならず寿司や刺身など海鮮料理を好む人が多く回転寿司店の数が多い。 ありがとうございます。